内輪生地は、生地目生地か腰赤生地属に分類される鳥類。インドネシア、マレーシアインドネシア、マレーシア全長41から51センチメートル。翼鳥オス二24から25センチメートル、メス20から22センチメートル。体重オス1キログラム、メ零0.8キログラム。頭頂の羽毛が伸長しない。尾葉は短く、尾葉の数は14か16。 上面が青みがかった灰色、覆面が青みがかった黒、腰は赤葛色の羽毛で覆われる。お葉の色彩は黄色。初列風切りの色彩は赤葛色で白い斑紋が入る。顔には羽毛がなく赤い肉垂れ状の皮膚が露出する。光彩は褐色。くちばしの色彩は黄色がかった白色。甲子の色彩は青みがかった灰色。卵は 長径4.8センチメートル、短径3.6センチメートルで、ピンク色や赤色がかった白い殻で覆われる。オスは赤い肉垂れがより大型。標高900メートル以下の常緑紅葉樹林に生息する。植生は雑食で、白アリや果実などを食べる。繁殖形態は卵生。3から6月に地表に巣を作り。 1>, 1回に3から6回の卵を産む。放卵期間は23から24日。開発による生息地の破壊などにより生息数は減少している。近年はボルネオ島での発見例は少数が北西部にスマトラ島での発見例は1箇所のみに限られている。ありがとうございます。